リー・ウエストウッドは、イングランドのプロゴルファーである。2000年、2009年に、欧州 PGA ツアーの賞金王。1993年に20歳でプロ入り。1996年4月に、ボルボスカンジナビアンマスターズでツアー初優勝。同年11月に、日本の、住友ビザ太平洋マスターズで優勝し、以後1998年まで同大会に参。 連覇を達成する。1998年には、欧州 PGA ツアー年間4勝に加えて、アメリカ PGA ツアーでも4月第1週の、フリーポートマクダーモッドクラシックで、初優勝を飾っている。日本でも、住友ビザ太平洋マスターズの大会3連覇に、続いて、ダンロップフェニックストーナメントも制し、異国の地で2週連続優勝するほどの好調さだった。 2000年にはヨーロッパで年間6勝を挙げ、ラレン・クラークとの熾烈な賞金王争いを制して初のタイトルを獲得した。その後大きなスランプに見舞われ、一時は世界ランキングの上位からウエストウッドの名前が消えた時期もあったが、2003年に BMW インターナショナルオープンとダンヒルリンクス選手権で優勝した。 アメリカ代表チームとヨーロッパ選抜チームによる団体戦、ライダーカップにも1997年、1999年、2002年、2004年、2006年、2008年と6度連続で出場を果たし、とりわけスペインのセルヒオガルシアとのコンビネーションは抜群の強さを誇る。2009年、ドバイ世界選手権で見事優勝し、2000年以来2度目の 欧州ツアー賞金王に輝いた。ウエストウッドの世界4大メジャー大会の主な成績は、2010年と2016年のマスターズ2位、全英オープン2位、2008年の全米オープン3位、などがある。2008年全米オープンでは、最終日の最終組をタイガーウッズと一緒に回り、最終スコアでイーブンパーに終わったため、ウッズとロッコミーディエートの2人に一打及ばず、 プレイオフ進出を逃した。2010年のマスターズでは3日目まで首位をキープしていたが最終日にフィルミケルソンに逆転されてメジャータイトル獲得を逃してしまった。ありがとうございます。